ようこそ中央工房メンテナンス窓口へ。何かお探しですか？探してるのはあなたの方なんじゃない？探してるのは僕の方って、あ、もしかして遊撃士の方々ですか？ああ、掲示板を見てきたんだ。助かります。実はちょっと困ったことが。とにかく話を聞いていただけますか？うん、いいわよ。早速だけど何か探してるらしいわね。ええ、オーブメント用の小さなパーツを探してるんです。地震の後各施設の備品の点検に回ってたんですが、どうもその間にポケットの穴から全部こぼれちゃったみたいで。ポケットに穴が開いてたの？あっちゃー、それじゃなくすわけよね。はい、完全に僕のミスですよ。擦り切れてたのは前から知ってたんですけどね。地震で慌ててしまって思わず押し込んじゃったんです。で、歩き回ってるうちに穴から落ちてしまったわけだね。なるほど、事情は分かったよ。その部品を探すのが今回の依頼ってことね。はい、そういうことですね。しかしオーブメント部品は確かとても細かいものだよね。それを探し出すのはさすがに大変ではなかろうか？言われてみれば確かに大変そうね。ええ、僕もそう思います。けれどもご安心を、今回は秘密兵器があるんです。秘密兵器？これを使ってください。何よこれ？うちで開発された変わり種の金属探知機です。なんとこの探知機、探知する金属種を選べるんです。つまり特定の材質だけを選んで。なんかすごそうだけど、それが今回の仕事と関係あるの？もちろん。お、多分こういうことだよね。パーツに使われてる金属だけを探知するように設定すれば。うん、なる、パーツだけに反応するわけか。あ、そっか、そういうことになるわね。ええ、おっしゃる通りです。調べたい場所に近づいて探知機を使ってみてください。もしパーツがあるなら何か反応があるはずですよ。うん、了解。その機械を使うとしても場所は絞り込んでおきたいな。パーツを落とした時どこに行ったか覚えてるか？僕が点検に行ったのは3階の工作室と4階の実験室です。途中のエレベーターと廊下はもう自分で調べてみました。皆さんは研究室の中だけを集中的に探してみてください。3階の工作室と4階の実験室だな。よし、了解したぜ。多分あと8個ほどのパーツが落ちてるはずです。せめて半分でも見つかれば僕の仕事も助かるんですが。まあ頑張ってみるわ。パーツを見つけたらまたここに戻ってくるわね。ええ、その時に探知機も返してもらえますか？何か他に情報はないか？あっと、4階の実験室は特に念入りに調べてください。あそこではアントワーヌと遊んだりしてましたから、きっとパーツもたくさん落としてしまったはずです。アントワーヌって工房で、ええ、その可愛いやつなんですが、今回ばかりは恨みますよ。まあ完全に逆恨みですけど。よし、ではよろしくお願いします。うん、
Thank you.
Thank you.
ところだったな。そういえばエイリクさん、この子と遊んだって言ってましたね。きっとその時パーツを見つけて。そうだと思うけど。でもまさか持ってきてるとはね。すまないね、子猫ちゃん。せっかくの遊び道具だが、ちょっと拝借させてもらうよ。まこの埋め合わせはエイリクさんにしてもらうわ。それじゃあね、アントワーヌ。いや皆さん、パーツは見つかりましたか？ぼちぼちってとこね。とりあえず状況を報告しておくわね。あれ、もしかしてパーツを8個とも見つけてくれたんですか？あ、全部揃っちゃった？すごいですね。とっくに諦めと。とにかくパーツと探知機。いや、今日は助かりました。まさか全部の部品が戻ってくるとは思いませんでしたよ。無事に見つけられて何よりよ。仕事の方はこれで大丈夫そう？ええ、もうここまでしてもらうと。あっと、そういえばあれがあったっけ。どうぞこれをお持ちください。ささやかなものですが、僕からのお礼の印です。もらっちまっていいのか？ええ、気にしないで。僕の気持ちで。ともかく皆さん、おかげで遅れた仕事もどうにか挽回できそうです。それは、ポケットの穴は早く塞いだ方がいいですよ。あ、そうですね。ソーイングセットを探さないと。手伝いが必要だったらすぐにギルドに連絡して、針と糸を持って直ちに参上するから。お気遣い感謝します。ではまたお願いがあったらギルドに連絡させてもらう。針と糸はともかくね。ああ、よろしく頼むぜ。それじゃあまたね。
相手が悪かったな。
相手が悪かったな。よく来たね。なんだ、ティータも一緒かい。こんにちは、おばあちゃん。まおばあさん、お久しぶり。ああ、エステル、久しぶりだね。前に来た時と比べるとぐっと大人っぽくなったじゃないか。そうかな。マダム、その節は世話になったね。おや、見た顔だと思ったら、なんであんたまでいるんだい。いろいろと事情があってね。今協力員としてエステル君に同行させてもらっているのさ。知り合いなの？ああ、ちょっと前までうちに泊まってたのさ。風呂でリュートを引いた客はさすがにこの人が初めてだよ。どこに行ってもやることは同じみたいだな。僕ら芸術家の宿命だね。美の女神に仕える者にとって時間や場所など意味はないのさ。だからって全裸で竜と引かれてもね。う、やば、ちょっと想像しちゃった。お姉ちゃん。ま、何にせよ気に入ってくれたなら嬉しい。なんだったらこのままみんなで泊まっていくかい。そうしたいところだが、仕事があるんじゃないのか。仕事っていうとギルドに連絡した話のことだね。うん、そのことよ。覗き犯が出てるとか、なんかそんな話だったわよね。ああ、どうもそうらしくてね。都合さえ良ければすぐに調べてほしいけど、あんたたち予定は大丈夫かい？うん、大丈夫よ。早速だが話を聞かせてくれ。ああ、誰かがうちの風呂を覗きに来てるらしいんだよ。ここ最近のことなんだけど、何度か女性客から話があってね。気になったもんだからギルドに連絡したってわけさ。うん、覗きなんて最低ね。犯人は見つけ次第ギッタギタにしてやるわよ。
その女性客の証言ってのは具体的にはどんなもんなんだ？犯人の姿でも見てるのか？いやいや、そんなにはっきりしたもんじゃないよ。せいぜい気配を感じたとか物音を聞いたってくらいの話だね。ふん、それでは勘違いということもありそうだ。ああ、私も初めはそう思ってたさ。だけどさっきも言った通り、そんな話が何度か続いたからね。そうなるとさすがに勘違いで片付けるわけにはいかないよ。確かにそうだけど、これはちょっと困ったわね。事件かどうかもはっきりしないし、このままじゃ調べようがないわよ。はっきりしねえなら、ここは試してみるしかねえな。どのみちこの手の犯罪は現行犯でないと逮捕は難しいぜ。試してみるって一体何を試すんですか？決まってんだろ。実際に風呂に入ってみるのさ。自分たちがおとりになって犯人をおびき出すってこと？私は別に構わないんだけど。おとりになるかどうかかなり微妙な線だが、仕方ねえ。せいぜいしっかり頼むぜ。はいはい、ごめんなさいね。どうせ色気が足りないですよ。エステル君の場合は色気というより健康美だからね。あ、ひどい。ティータまで笑うわけ？あ、違うよ。なんだかちょっと嬉しかった。みんなでお風呂なんてすごく久しぶりだから。みんなでお風呂って、あの、これって一応はおとり捜査なんですけど。というわけなんだが、露天風呂を貸してもらえるか？ああ、好きに使っとくれよ。しばらく貸し切りにしとくから、4人でゆっくり温まっておいで。ありがとう、魔王ばあちゃん。これで話は決まりね。なあ、そうなるな。それじゃ、しっかり頼むぜ。え？しっかり頼むって、あんた、まさかお風呂に来ないつもり？はあ？何言ってやがる。なんで俺まで風呂に入らなきゃならねえんだよ。ちょっとちょっと、あんたこそ何言ってんだい。ここまで来といて露天風呂に入らないなんて、そんなの私が許さないよ。まったくだね。何もそんなに照れることはないじゃないか。別に照れてるわけじゃねえ。俺はあくまでも依頼のことを考えてたな。はあ、もうじれったいね。男だったらつべこべ言わず黙ってお湯に浸かっておいで。温泉に来て風呂に入らないなんて、そんなバカな話あってたまるかい。だってよ。ああ、まったくうるせえな。あったよ、入ればいいんだろ。ただしてめえら、仕事だってことを忘れんなよ。うん、その点は大丈夫よね、ティータ。うん、心配いらないよ。あ、いけない、おばあちゃん、タオルセット貸して。おや、忘れたのかい？うん、お風呂に入るとは思ってなくて。あ、あとシャンプーも。うん、本気でお風呂タイムね。緊張感ゼロだな。
ぱり露天風呂って気持ちいいわ。同感だね。僕もこの風情にはすっかり魅了されてしまったよ。あ、そっか、オリビエもここに泊まってたのよね。ああ、生誕祭の後で存分に堪能させてもらったさ。シェラ君も誘ったんだが、あいにくと彼女は多忙でね。シェラ姉を誘ったの？あのシェラさんとオリビエさんって、そのもしかしてそういう仲なんですか？ご想像にお任せするよ。だが安心してくれたまえ、今はティータちゃん一筋さ。こらこら、オリビエ、向こうの怖いお兄さんがこっちを睨んでるわよ。おっと、そうだったね。やあ、アガット君、君も会話に参加しないかい？まあ、なんでもいいが、ここに来た目的は忘れんな。警戒を怠るんじゃねえぞ。うん、それは分かったけど、あんたなんでバンダナしたままなのよ。正直言って、その格好めちゃめちゃ浮いてるわよ。向こうが沈もうが俺の知ったことじゃねえ。こいつがねえと気合が入んねえんだよ。うん、人の勝手といえば確かにその通りなんだが、まさかバンダナ巻いたまま先発しちゃったりするのかい？だ、常識で考えるよ、常識で。そん時は外すに決まったんだろ。よかった。そうですよね、やっぱり外しますよね。アホか、お前ら俺のことなんだと思ってやがる。うーん、アガットならやりそうな気がするのよね。あんたってコート決めたらどんな無茶でもやるじゃない。あのな、それとこれとは話が違う。ん、どうしたのよ、急に黙っちゃって。どうやらおいでなすったようだぜ。え、のぞき魔が来たの？エステル、北側の茂みがわかるか？気づかれないようにそっと様子を伺ってみろ。確かに何かいるわね。おそらくあれが例の覗き犯だろうな。さて、どうしようか。捕まえようにもここからではとても手出しは無理だろうね。誰か先に上がって回り込むしかないわ。それしかねえだろうな。よし、俺とエステルがあいつの裏側に回り込む。オリビエたちはここで敵の注意を引きつけてくれ。はい。心得た。それじゃあ早速。あれ、どうした？見て、あいつ逃げ。こら、待ちなさい。エステル、オザー。りょ、やっと観念したみたいね。少し懲らしめてやるとするか。みんな行くわよ。
洗って出直してきた。どうやらこれで、うん、片付いたようだね。まさか合体するなんて。まあこれだけ締めておけばもう村には来ないだろうな。次に来た時は確実に息の根を止めてやるぜ。分かったらさっさと行きやがれ。なるほどね、覗き犯の正体は魔獣だったってわけかい。確実ってわけじゃないが、その可能性が高いだろう。懲らしめておいたからもう来ることはないはずだぜ。でも一匹や二匹が迷い込むのはわかるけど。あんなに大勢で来るなんてなんかおかしいと思わない？ああそんなこと初めてだよ。何かあったのかもしれないね。もしかすると地震と関係があるのかも。地震と？うん、地震のせいで魔獣が暴走することもあるの。住処の環境が変化するとそんなことも起こるんだって。なるほど、考えられる話だね。まあ何にせよ自然の仕業ならしょうがないさ。もしまた現れちまったら諦めてギルドに連絡するよ。うん、そうしてちょうだい。その時はまたゆっくりお風呂に入らせてもらうから。まどうせなら仕事とは別口で入りたいところだがな。風呂ならいつでも入ってくれて構わないさ。ともあれ今日は助かったよ。うん、またね、魔おばあちゃん。ドキドキしちゃった。
酔いしれたかな。お疲れ様。何か依頼を達成したらまた報告。測定器を設置する場所は水道の中間、平原の北外れ、レーストン要塞前の3カ所よ。必要な連絡は入れておく。
道の途中にある最初の橋って、うん、どちらかの岸に設置しちゃえばいいけど、こっちは回復装置があるからやめておいた方がいいかな。とすると、こんな感じになるんだ。ところで、このお皿みたいなの、パラボラアンテナって言って動力波を集中するアンテナなの。強い動力波が送れるからかなりの遠距離まで届くし、カルデア水道みたいな場所でも届いちゃうって言ってたかな。それは大した代物だね。ちなみに市販の予定はあるのかい？それは楽しみだね。いまいち凄さが実感できないんだけど、一応これで地震の情報を送れるようになったわけね。あ、ううん、まだ起動してないから今スイッチを入れちゃうね。ふう、起動完了だよ。お疲れ、ティータ。でもこんな場所に置いて魔獣に襲われたりしないかな。アンテナとか壊れやすそうだし。あ、それは大丈夫だよ。一応街道灯みたいに魔獣除けの機能があるから。そっか、だったら安心。あ、エステルちゃん。え、アネラスさん、それにシェラネーも久しぶりだね。こんなところで再会できるなんて思ってもみなかったよ。しかもどこかで見たような男が一緒にいるみたいだし、確かあんたエルモの温泉に投入しているんじゃなかったの？これには海よりも深い事情があってね。はいはい、単なる好奇心ね。うん、そうみたい。二人ともひどいわ。一緒だったのね。そういえばキリカさんが地震の調査でラッセル博士の協力を仰いだって言ってたわね。それで手伝ってくれているの？そうなんです。アネラスさん、どうしたの？ぼーっとしちゃって。ダメ、もう我慢できない。抱きしめずにいられないよ。はわ。そういえば、確かアネラスさんって無類の可愛いもの好きだったっけ。ティータちゃんって言ったっけ。私アネラスエルフィード、アネラスお姉ちゃんって呼んでね。ふえー、ふにゃっとした顔も可愛すぎる。シェラ先輩、お持ち帰りにしていいですか？気持ちはわかるけど我慢なさい。そこにいるお兄さんが怖いわよ。なんで俺に振りやがる。ところでシェラネ、どうしてこんな場所にいるの？ひょっとして私たちを探してたとか？いや、ただの偶然なのよ。ちょうど空賊団と特務兵の手がかりを追っている最中でね。
特務兵って逃亡している残党のこと？確かまだ王国軍も捕まえていなかったはずだな。何か手がかりを見つけたのかよ？それがギルドに何件か目撃情報が入ってきてるんですよ。どれも信憑性は低そうなんですけど。一応その中から気になる情報だけでも確かめようと各地を回っている最中って。はそれよりも見くらう蛇の手先がルーアン地方に現れたそうね。うん、怪盗紳士とか名乗ってる仮面をかぶった変なやつだったわ。キテレツな格好はともかく相当腕の立ちそうなやつだった。まともにやり合ったらかなりヤバかったかもしれない。アガット先輩にそこまで言わせるなんて。ミクラウヘビ、かなり危険な組織みたいですね。危険というよりも得体が知れないと言った方が正しいかも。もし私たちの力が必要なら遠慮なく言ってちょうだい。ギルドを通せばすぐに連絡がつくと思うから。うん、そうさせてもらうね。シェラネーたちこそ何かあったら私たちにも連絡してよね。飛んでいくから当てにさせてもらうわよ。せっかく再会できたけどこんな場所で話すのもなんだし、私たちはここで失礼させてもらうわ。あ、うん、残念だけどしょうがないよね。うわぁ、そんな殺生な。せっかく再会できた恋人に少し薄情だとは思わないかね。あら、だったらこのまま私たちと一緒に行く？今夜は再会を祝してとことん飲むとしましょうか。あ、いいですね。私も割と飲める方だし。気をつけて行ってらっしゃいませ。まったく、もうすぐに自爆するんだから。軽く見るわけじゃねえが、それでも女だけの二人旅だ。あまり無茶すんじゃねえぞ。先輩が気遣ってくれるなんて、どういう風の吹き回しですか？喧嘩売ってんのかこれ。冗談ですってば。そうね、忠告は受け取っておくわ。アガット先輩、お元気で。エステルちゃん、ピータちゃん、今度会ったら一緒に遊びに行こうね。うん、喜んで。シェラ姉たちに会えるとは思ってもみなかったな。ピーター、大丈夫だった？アネラスさんに思いっきり抱きしめられてたけど。大丈夫だよ、ちょっとだけ。悪い人じゃないから勘弁してあげてね。それにしても空賊と特務兵の残党か。どちらも結社らしき影が背後に見え隠れしていた連中だ。あいつらの頑張り次第では重要な手がかりにつながるかもな。これは私たちも負けてられないわね。とりあえずこの場所はもう OK よね。ああ、この調子で残りの測定器も設置しまぞ。了解。
を洗って出直してきた。出直してきた。してあった場所だったっけ。ストーンサークルか。遺跡のようだが、ゼムリア文明よりも前だろうね。単純に岩を切り出して直立させただけのようだ。ゼムリア文明、古代に栄えた動力技術文明か。あのシリンの塔や城の地下にあった封印区画もそのゼムリア文明の産物。ああ、そうらしい。確かにその辺りとは全く関係なさそうな代物だな。おじいちゃんが言うには、この場所は七葉脈の流れが強く測定される場所らしいです。この石柱が建てられたのも何か宗教的な意味があるかもしれない。なるほど、七葉脈の流れを調べるにはうってつけなわけね。でも測定器を設置するとし、そうだね。しっかりしてるし、遺跡の基盤もなさそう。
方位の確認も。お姉ちゃん、ここで大丈夫だと思うよ。早速設置し、え、設置しないの？それじゃあ準備ができたらもう設置作業に。湧いてきたものやら。どうやら装置の中の結晶回路が目当てらしいな。蹴散らそう。酔いしれたかな。なんとか追い払ったか。うん、見たこと
こともない色の羊人だったけど。多分エルナンが言ってた新種の魔獣だろうな。怖かった。ティータ君大丈夫かい？怪我していたら手当てするから遠慮なくお兄さんに言いたまえ。大丈夫ですよ。みんなが守ってくれましたから。それよりも早くスイッチを入れなくちゃ。お疲れティータ。よし、これで2個目だな。ラスト1つ設置しに行くぞ。オッケ知れたかな。
しよう。来た時も思ったんだけど、なんだかすごく懐かしいわね。私もそんな気がする。お姉ちゃんたちと別れた時は夜だったから印象が違うけど、前回が潜入なんていうろくでもない用事だった。その分懐かしさが増すんだろ。むむ、そんな面白いことに僕を呼んでくれなかった君たち、白状じゃないかね。なんであんたをわざわざ呼ばなくちゃならないのよ。それよりも早速測定器を設置しちゃおうか。いや、まずは門番に設置許可を取った方がいいな。キリカが連絡したはずだから、多分すぐに話は通るだ。うん、オッケー。